この後フォッカチオという若手の MC たちがたくさん集まっているバトルイベントの方に参加させていただこうと思っています。俺は一緒だな、目の前にはホープな、俺は一緒だな、またお顔のシリアルが引っ張られてる。ラビットです。毎度あの、ハンマユージョーさんの真似をされてるわけなんですけど、なんとライブ終わりのリドアスシンさんにインタビューをさせていただくことになりました。今日はライブお疲れ様でした。お疲れ様です。ピンザピー、どうもカンタです。実は今日これどこに来ているかと言いますと、東京都の渋谷に来ております。というのですね、この後フォッカチオという若手の MC たちがたくさん集まっているバトルイベントの方に参加させていただこうと思っています。出演者の中にはニトラアサシンさんをはじめとするさまざまな豪華な出演者もいるということで、そんな方にもインタビューをしながら楽しい様子を皆さんにお届けできればと思います。もしかしたらね、武道館であったりアリーナといった大きな箱にしか行ったことがないという方もいらっしゃるかもしれないので、そんな方にもですね、小箱っていうのもすごく楽しいよってことを伝えられればと思います。よければチャンネル登録の方もお願いします。それではフォッカチオの方に行ってみます。セットじゃん、トトパンティレディファイで、どこの馬の骨が知らねえ、俺の親父が住んでるサンゼルスみたいだな、とか言って、そのバカバカならバカだな、いやいやいや、レースとペースって何回も出して、俺は一緒だな、目の前にはホープだ、俺は一緒だな、お前の頃コンプターへ、ただのピンならあいつピンって叫ぶ筋肉だけど、こう何がしたいのか分からしないけど、いつもの通りの夜だけだからまた気づかないことばっかり、すぐさま消えてた、本気にはリスペクトさらめれた、赤を殺しやるよ一方に無数の売り方は工事交換なってさ、早口であれば誰でも分かる、そんなのは関係ない。はい、というわけで今回はラビットさんに来ていただきました。はい、ラビットです。毎度あの、ハンマユージョーさんの真似をされてるわけなんですけど、これカットできないですからね、今日で、まあ、昨日は KOK 東日本予選出場されたということで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。昨日の感想としてはどうですか。昨日はでもこうなんかね、1回戦でコロッと負けてしまったんで、うん、まあ、その分リトルが勝ってくれたんで、そうですね、なんかでもこう独特な雰囲気でしたね。うん、すごい重い雰囲気でしたよね、いろんな意味で。そう、いやでも意外と楽屋はなんかこう意外とワシャワシャしてた部分もあったんですけど、やっぱりこう、うん、メンツがこうね、ニューカマーであったりとか、はい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 、であったりとか、珍しい展開だったんじゃないかなと思って。なるほどなるほど、はい、そうですね、さっきのズルズルからもう反対側にすごく真面目に話してくださったんですけど、はい、そうですね。ラビットさん今日バトルは参戦されない、しません。あ、なるほど、今日ライブでということライブです、はい。まあ、そうですね、ラビットさん今後多分ライブであったりイベントとかもあると思うんですけど、それも良ければぜひ、そうですね、じゃあ、ライブの告知はまだまだ先になってしまうので、はい、バトルで、12月の12日ですかね、そうですね、12日に仙台ピットという大きなところでですね、凱旋アリーナという大会がありまして、バトルで出場させていただきますので、仙台近辺の方も県外の方々もね、はいはい、すぐ買えば、はい、遊びに行ってください。ザビトさんが参戦されるということで、はい、いつも以上に強いのかなというふうに思います。頑張ります。期待しながら見ていきたいと思います。というわけで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ズルズル。というわけでフォッカチオボリューム3ついに終了しました。ということで優勝者はチャンさん、おめでとう。今日の全体の当時の試合の感想どうですか。楽しかったです。どうですか、一番きつかった相手とか強かった相手とかいいですか。チャンポン全部今内陸はやっぱ、あー、どうすればいいですか。いや、2個上。チャンさん今いくつですか。17です。やばということでですね、MV が YouTube に上がるということなので、ぜひこちらのチャンネルの概要欄に貼っておきますので、チェックの方お願いします。ということで今日は優勝おめでとうございます。
ベンザピー、どうかったですということで、なんとライブ終わりのリドラスチンさんにインタビューをさせていただくことになりました。今日はライブお疲れ様でした。お疲れ様です。今日はですかね、地元の方から来られた感じですか。いや、もうね、いろんな今各地と回ってるホテルから住んでて、さすがそれもあって、ね、死ぬまで音楽しようかなって感じ。ちなみに今日のライブの感想どうでした。大盛り上がりでした。いやいや、今日なんて普段からしたらマジ5分の1ぐらい僕の、はいはい、パワーと自分の C1 じゃない。なるほど、ね、バック DJ が違うんで、いつものバック DJ だったらもっと5倍かませると。いや、チャカ君も最高でも、ビルフォーミスプロダクションのヌートリア君が最高なるほど。というわけで、リドラスチンさん、今後リリースの予定とかイベントの予定とかあったの。この間、ウィークドドツ、ジャンクマン、ジメサギ、俺、キカラ、軽症略のアートファームハウスの、プロモーションビデオの撮影と、カトゥーンの田口、はい、PV もう撮影終わってるんで、そっちも出します。で、来年の動きに関してはちょっとシークレットですが、ガイタレも分かります。以上です。やばい情報手に入っちゃったということでですね、これもこのチャンネルのみですかね。あ、そうです、限定ですすごく貴重な情報をいただいたので、ぜひぜひ今後のリドラスチンさんの活動にも注目してください。というわけで、突然ありがとうございました。ありがとうございます。ポリさん、ベゴ、はい、ということで渋谷アンダーバーで行われているフォッカチオの様子をお届けしましたが、皆さんいかがだったでしょうか。いやー、暑いですよね。本当に若手の MC がめちゃめちゃバチバチで戦っているっていう姿をお届けすることができたのではないかなと思います。ライブもね、やっぱりお客さんとラッパーの間の距離が近いということで、非常に楽しめるものになっているんじゃないかなと思います。ぜひね、大きなバトルであったり大きな会場でしかバトルを見たことがないという方に、一度小さな箱に行って MC たちの交流であったりとか、友達とかをその場で見つけたりっていうことも小箱だったらできるので、ぜひ小さな箱のイベントにも遊びに行ってはいかがでしょうか。というわけで、カンタのなんだかんだではこういったイベントの取材であったり、様々なラッパーさんへのインタビューも行っていこうと思っています。ぜひ面白いと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。というわけで、次のイベント動画でお会いしましょう。それでは。